今日は峡南地域代表の2人に普段の食生活について聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。では2人とも自己紹介をお願いします。早川です。年齢は52歳。現場でバリバリ働く土建の仕事をしています。なんて言っても体が基本、腹いっぱい食べるがモットーです。望月です。年齢は40歳です。座ってることが多いジムの仕事をしています。食べ過ぎに注意をしているんですけれども、考え事をするときとかに甘いものを取って糖分を取り過ぎがちになっていると思います。はい、早川さんの1日の適正カロリーは2800キロカロリーです。はい、望月さんの1日の適正カロリーは2000キロカロリーです。では昨日一日に食べた食事内容を教えてください。では早川さんお願いします。はい、昨夜は飲み過ぎたので朝食は簡単に済ませました。昼間は大好きなラーメンに餃子にチャーハン、夜はこの後のビールを楽しみにしているので簡単に食事を済ませました。なるほどなるほど。では望月さんお願いします。はい、朝は毎朝食パンを食べています。昼間は大好きなカレーライスを食べました。夕飯は魚や野菜を中心とした食事をとるようにしています。なるほどなるほど。2人とも1日の適正カロリーはしっかりとれていますね。でも本当にこれだけですか？休憩時間はオレンジジュースをたくさん飲むよ。暑いから美味しいよ。仕事終わりにはお腹が空いちゃうから家に着く途中にコンビニとか寄って肉まんとか買うさ。お客さんが来ない間にコーヒーと一緒にクッキーやチョコを食べるのが美味しいよ。パン屋さんが日中職場に来るから買っておいて残業中に食べることもあるさ。2人とも食事以外に間食をしていますね。早川さんの間食のカロリーは肉まんとジュースで適正カロリーよりも400キロカロリーオーバーしています。これはおにぎりにすると2個分のカロリーになります。望月さんの間食のカロリーは缶コーヒーとチョコとパンで適正カロリーよりも600キロカロリーオーバーしています。これはおにぎりにすると3個分のカロリーです。こんな食べたことになるだけ。間食見直してみませんか？
習慣病対策会議。